札幌ドームです。北海道日本ハムファイターズ対東北楽天ゴールデンイーグルスの一戦です。解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくどうぞ。エースを出している以上、この試合絶対に負けられませんね。まあそうですね、もちろんエースなのでね、監督は勝ちをもう頭に入れてるでしょうからね。そうですね、期待しましょう。打順は4番中田。先ほどの打席、最後は空振り三振に倒れています。前の打席はちょっとタイミングが合ってなかったですよね。ここはしっかりと修正していきたいですね。そうですね。ツーアウトになっています。バットは動きません。よく見ています。高めのボール打ちました。大きな打球になった。レフトバックする、入りました。ホームラン、ソロホームランが出ました。白球高々と舞い上がり、札幌ドームのスタンドに消えていきました。追加点が入りました。日本ハムファイターズ4対0。いや、完璧に捉えました。見事なホームランです。そうですね。現在のピッチャーの状態、まだ100球には達していませんが、多少きつくなってきたでしょうか。試合を制したのは日本ハムファイターズです。小宮山さん、いや、エースらしい粘り強いピッチングでしたね。まあ本当によく頑張りましたね。どこかで、まあ、崩れそうな感じはありましたけどね、本当によく頑張りました。本当にそうですよね。チームに勢いをつける、そんな勝利になりました。勝ったファイターズ、大きな今日は勝利になりました。一方のイーグルスですが、痛い敗戦となってしまいました。ご覧のように今日のゲームはファイターズが見事勝利を収めています。今日の解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。この辺りで札幌ドームから失礼いたします。